はいどうも皆さんこんにちは、全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤雄介です。本日は水曜日、面白福祉の時間です。今日は豪華2本立てていきたいと思います。私たち全盲の人がどのようにスマホを操作しているのかというお話プラス、私アナちゃんがパーソナリティを務めさせていただいております NHK ラジオの視覚障害ナビラジオリンクスクエアは、後日からでもね、あの放送、バックナンバーで聞くことができますというお話の2本立てで参りたいと思います。じゃあね、まずはこのスマホどのように操作しているかというお話なんですけれども、これ以前にもねご紹介したことありますが、まあ私が使っている iPhone、まあ、iPhone ユーザーが全盲の方やっぱりあのダントツに多いんですけれども、まあどんな機種でもね、あのボイスオーバーという視覚障害者をサポートする、音声合成機能がついています。で、まずはそのボイスオーバー、あのどんな iPhone にもついている機能なんですけれども、起動させたいと思います。まあ、これネットにつながっている状態であれば、Siri に頼むことができます。ボイスオーバーオン。はい、ボイスオーバーをオンにしましたね。これでもうこうやって喋り始めるね。で、まあいろいろね、ボイスオーバー独特の操作があるわけですけれども、まあ、すごく大きな違いはこうやってね、触っただけでは何も起動しないんですよ。っていうのは、そうじゃないと、自分が開きたかったところじゃないところを触って、開いてしまうかもしれないから、こうやって探すときにはね、読み上げてくれるんですけれども、それだけでは開かないようになってます。で、今は NHK のラジルラジルというアプリを開きたいと思います。ね、このように、このラジルラジル皆さんにもね、ぜひダウンロードしていただきたいんですけど、今 NHK ラジオと喋りましたね。この読んだところで別のところを、別のところをこう触ると、こうやって実際に開くわけですね。で、この中で、聞き流しを聞く。聞き逃しをこうやってすると開きますね。そしてジャンルを選びますね。そうするといろいろ情報スラッシュ、ワイドスラッシュ、ドラマ、音楽で、これをスクロールします。そうすると福祉、福祉を開きますね。そうすると福祉で一番上に視覚障害ナビラジオね出てきますね。これを開きますと今月のトピックス、今月のアンコール放送ね、これを遡りますとこれです。リンクスクエア4、これが私のパーソナリティを務めましたリンクスクエアで、これを開くと放送が始まるわけですが、放送が始まっちゃいたいけど放送まで紹介すると YouTube 的に問題なので、ここからは皆さんご自身で聞いてくださいということで、今日はスマホね、このように私たち操作していますというお話と、NHK ラジルラジルをダウンロードすると、この私のパーソナリティしてる番組ね、約2ヶ月間放送終了後からでも聞けますので、ぜひ聞いてくださいというお話の豪華2本立てでした。チャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。バイバイ。